はじめまして。お目にかかれて光栄です。こんなところまでやってこれるとは、なかなかの成長ぶりだね。さすがはガイの息子だ。私が誰だかわかるかな？わからんだろうな。お前の父、ガイが最後に見た男、それが私、最強の魔導士、ベルド様だ。そう、ガイは私が殺した。私の魔法でひねりつぶしてくれたわ。だがな、この右手がうずくのだ。お前の血が欲しいとうずくのだよ。お前の父親に切られたこの右手がな。そう、私の右手は一度ガイに切り落とされた。この私を傷つけるなど許されぬ行為。わかる、この恨み、ガイを殺しただけでは飽き足らぬ。お前も血祭りにあげてやる。私の実体は最上階にいる。父親以上に強くなって私を楽しませてくれよ。その時全てを教えてやる。父親のこと、私のこと、知りたければ最上階に来い。待っているぞ。
ご苦労だった。よくぞ奴を鍛え、ここへ導いた。驚くのも無理はないか。こいつは私の一部だ。約束通り、今ここで全てを教えよう。5年前、お前の父ガイト塔の中で出会い、我々は共に最上階を目指した。究極の卵があるとこの最上階だ。これが究極の卵。あ、何をするベルド。ここまでの御尽力、痛み入るよ、ガイ。だがな、これは私のものだ。この私がその力を使ってやろうというのだ。究極の力は私にこそふさわしい。ベルド、お前は。私は魔物と融合できる世界唯一にして最高の魔導士。この卵を私がもらい受ける。これは私の体となる。世界は私の前にひれ伏すのだ。それはさせない。
せよ、自然の断りよ。人と魔の狭間より生まれしこの地にかけ、この卵を封印せよ、せよ、せよ。ものが己の愚かさを食いるがいい。しかしあと一歩のところで、だがお前は死に、私は生き残った。言ったろ、私は融合できると。はぁ、あ、ふん、結界か。魔物使いの血による封印。まあいい、魔物使いの血があれば良いわけだ。この塔の最上階にたどり着けるほど奴と同じかそれ以上に強い魔物使いの血がない。わかるか。そうだ、その血がお前だ。よし、これで魔物使いの血の封印を解く新たな血が手に入った。三つの神と精霊たちよ、魔物使いの血においてここに命ずる。この封印を解け。お前はこの父の剣により死ぬのだ。ふふ、帰還だ。どうだ、どうだ。ふふ、帰還だ。どうだ。もはやお前は私の一部だ。私なくしてお前の命はないのだぞ。オイラのマスターはこの人だ。この人こそ技もそして心も最高の魔物使い、ビーストマスターだ。それ以外の命令は聞けない。これがガイ、君のお父さんの剣、名剣ソウルシューターだ。これでガイの敵を討ってよ。いけー、血の絆と父を思う愛の怒り、今必殺のソウルシューター。うわっ、うわー、死ぬのは嫌だ。だ、うわー。
者を大切にしてくれた。お父さんのガイと同じようにさ。だから見殺しになんてできなかったんだ。いや、最初にあんたの中にガイと同じ匂いを感じた時から、オイラのマスターはあんただったのかもしれないな。許してくれるかい、オイラのこと。ありがとう。それにしてもすごいな、あいつは。とうとう最上階まで行っちまうんだからよ。まあな、悔しいけど先越されちまったな。でもまあ、塔でお宝探すのがこれで終わっちまうわけじゃねえ。俺は俺でこれからもやるぜ。ああ、俺っちがあと10年若けりゃよ。あの子の親父、ガイの後にくっついて塔の一階でしょんべん漏らして泣いて帰ってきたのはどこのどいつだい。なんだとこのババア。やるってのかい。遅いね。先駆けの魔物がこれから帰るって知らせてからもう四半日は経つよ。雨というんじゃ。そうか、お前さんは雨を見たことがなかったんじゃな。そう、あれは平気です。あの子はきっと大丈夫ですわ。私信じてます。お前かい？帰ってきた。帰ってきたぞ。やったな、チキショー。やったぜ、バカ野郎。おめでとう。おめでとう。